金剛は日本海軍が初のちょうど急巡洋戦艦として発注した金剛型の一番艦。イギリスに発注された最後の主力艦である。二度の改装後は高速戦艦として太平洋戦争でも活躍した。なお金剛は日本海軍が太平洋戦争で使用した唯一の外国製日本戦艦でもあった。金剛の艦名は 奈良県と大阪府の境にある金剛山にちなんで命名された。官名は1877年浸水のコルベット金剛に続いて2代目。計画時の名称では以後総工巡洋艦と呼ばれ、総工巡洋艦として計画されていたが、建造中に巡洋戦艦に艦種変更され、金剛と命名された。戦艦には旧国名が命名されることが多いが、金剛が 戦艦に艦手変更されたのは、第一次改装中の1931年6月1日付であり、竣工当初は巡洋戦艦であったためである。また今後は日本の主力艦として初の長ど休艦であると同時に、改修に改修を重ねた後は快速を誇る、高速戦艦として、第二次世界大戦期には旧式化していながらも盛んな、 活躍を見せた混合型戦艦のネームシップでもある。現代の海上自衛隊では、開発国アメリカ以外では、世界初となるイージス艦の混合型護衛艦一番艦、混合にその艦名が受け継がれている。日露戦争終結2年後の1907年に、混合の建造が決定された。最初は、装甲巡洋艦として計画されたが、イギリスが1906年に、 画期的戦艦のドレッドノートを完成させて、以来あまりに戦艦の進歩は飛躍的になり、設計はまとまらなかった。1908年には土球巡洋戦艦インビンシブル級3隻が、竣工1909年には超土球戦艦、オライオン級が寄港されるとともに当時、世界最大艦となる超土球巡洋戦艦ライオン級が計画されるという事態に鑑み、 1911年に、今号をちょうど92号戦艦として建造すべく、計画を変更した。予算が通過したのは1910年である。この当時日本海軍は1907年計画の国産土急戦艦川地型を建造中であったが、構想や技術的に欧米に劣る点も多く認められたため、今号は技術導入を兼ねて、イギリスに設計、建造を依頼した。 日本海軍は当初手法として50口径12インチ砲を選定し同砲装備の B46 案で1910年6月25日にビッカース社とアームストロング社に対して入札広告が行われた14インチ砲装備案もあったが4月13日に行われた諮問会議では山内万地や松本和など6名が12インチ砲を支持する一方 14インチ法指示は山下玄太郎のみであった。しかしながら実際の契約では14インチ法装備の 472C 案であった。この変更の理由にはイギリス駐在の加藤幹事が入手した実写試験のデータをもとに部下の武藤稲太郎を日本に派遣して14センチ法案へと変更させたとするものや軍令部や会長、時間が決定を覆したとする説があるが、 いずれも無理があったり決定を覆せた理由が不明である。実際には12インチ砲装備は決定ではなく変更可能であったと考えうる。B46 案を見ると12インチ砲装備艦としては大きすぎるものになっており、これは大口径砲装備へと変更できるようになっていたと考えられる。また入札広告では13.5インチ砲装備案と 思われるものの設計も求められている。また、1910年3月には加藤に対して14インチ姿法の価格交渉が命じられており、早くから14インチ法試験を行おうとしていたことがわかる。この過程で日本側はビッカース社側に傾いていくこととなる。アームストロング社は大口径外の対応が遅れていて13.5インチ法の製造能力がなく、 同社は頼りにならないと判断されるに至ったためである。入札直前の7月末、14インチ法装備案が突然現れてきた。その理由は不明だが、同報国産についてのクレ交渉の判断入手によるものとも思われる。なお、14インチ法搭載の設計案は、アームストロング社は求められて提出した形跡はなく、 日本側がすでにビッカース社への発注に傾いていたと思われる。9月26日、ビッカース社の 472C 案に内定した。当時、ビッカース社とアームストロング社は仕事を分割する等とした結託関係を結んでいた。しかし、実際は、今後の建造ではビッカース社が独占することとなった。ビッカース社は仕事を独占しなければならない理由が、 あった。同社のバロー造船所では、受注が得られなかった場合、先代が開くことになり、独占できなければ、雇用維持ができなくなるためであった。他の造船所から孤立しているという同造船所の立地上、仕事がない時期に労働者を回す先がないことがその要因であった。ビッカース社の独占は、日本側が反対しない限り、仕事を空け合うとした条項を利用したものであった。 結託関係を結んだ上で相手を出し抜いて、仕事を独占するためビッカース社は、手数料や賄賂等で多額の出票をすることとなったが、それでも結託関係を持ちかけたのは、そうして、アームストロング社を油断させなければ、入札で勝てないと考えたからだと思われる。当初契約価格の三十六万七千百ポンドであった。この価格に基づき、三井物産にト 日本製工所に2.5%のコミッションが支払われた。費用は新式鋼鉄板使用のためとして5万ポンド、アートメタル追加のためとして148ポンドが追加されている。日本製工所は手数料を得られるような立場ではなかったが、創立時の契約にある自社で製造不可能でイギリス側へ振り向けた注文分の2.5%の手数料を得られるとの規定を 拡大解釈して、手数料を要求し、ビッカース社は、この要求を飲んだ。他に、バロー造船所長末客にの依頼で、バジルザハロフを介して、日本海軍のフジーテルゴロウへ3万1195ポンドが、特別支払いとして支払われている。これには、ビッカース社が、組織的に関与している。基本計画は、近藤元木による。計画にあたり、日本海軍は、 イギリス海軍と違う戦略、伝統、その他の事情による意見を出し、ビッカースの技術者と詳細な意見交換を行った。設計には、ビッカースの主任設計士、ジョージ・サーストン卿が当たったが、フィリップ・ワッツの指導に追うところも多いという。サーストンは、オスマン帝国海軍に輸出予定だった戦艦エリンを元に巡洋戦艦を設計する。この艦は、 イギリス海軍当局のカス、設計上の様々な制限から自由に設計できたため、14イン法8門を搭載した、極めてバランスの取れた素晴らしい軍艦と認められた。その際だった特徴は、社会の狭い船体中央の砲塔を廃して、主砲塔を前後に木ずつ配置したことである。14イン法は当時イギリスが採用していた13.5インより少しでも、 威力のある方と採用したものだが、これは日本海軍が世界最大の艦砲を持った最初の例となった。軍艦を建造する造船所はそれぞれ他社にはない独自の技術を持っており、一般に企業秘密として公開しない。しかし、ビッカースは戦艦ミカサ、カトリを建造した実績があり、日露戦争での日本海海戦におけるミカサの活躍を誇りとしており、 日本海軍と親密な関係が保たれていた。発注に最新日英両国の間で次の約束がされた。ビッカースは心よく派遣要員を受け入れ、技術指導を実施した。日本より、建造立会監督官、戦隊、機関、武器各部門の技術士官、二番艦を建造する横須賀工廠の工員が多数派遣され、 また3番艦や4番艦を建造する神戸川崎造船所と三菱重工業長崎造船所から技術者や工員が建造技術取得と調査のために投影した。今号の設計図は契約に基づき日本に引き渡され同警官3隻は本館の図面をもとに国内で建造された。特に日本が立ち遅れていた。 艦内電気偽装工事の技術は大きな収穫となり、日本の造船技術を一躍世界超一流に引き上げる結果となった。日本海軍ではこれを技術輸入と称していたという。後に、戦艦大和のの46センチメートル手法を製造した二十歳基吉もこの時派遣された者の,の一人である。1912年5月18日に浸水。同日筆で、 以後、総合巡洋艦は、正式に金剛と命名された。外国では艦首に吊るしたシャンパンボトルを割るのが通例であったが、日本側の要望で日本式に鳩の入ったくす玉を用いたところ、イギリス人が珍しがって喜んだという。1913年2月5日、金剛開港院は宮城において大正天皇と謁見した。5月15日、まさきよ中佐は、 メインデリック試験中に事故で大怪我を負い退官した。公認の混合副長は小林健造中佐。大正2年5月8日、クライド湾で大やけ試み中の混合。3本の煙突からはもうもうと黒煙が昇っている。この時の全力講味では27.54キロトンを記録した1913年8月16日に春光。同日筆。 巡洋戦艦混合として、官邸類別等級表に登録される。これは、右号総甲巡洋艦被衛の登録日より遅く、書類上は、巡洋戦艦伊吹被衛混合という順番だった。開港は、日本海軍の上院により行われ、大艦であったため、スエズ運河を通れず、希望本周りで11月5日横須賀に到着した。11月10日、 横須賀で特別艦艦式が行われ、大正天皇は戦艦カトリをお召し艦として所艦を新越した。世界最大、世界最強の戦艦として、完成以来今後の名は世界にとどろき、日本海軍の戦力は空前絶後の飛躍を遂げた。なお、タイガー型巡洋戦艦には全く関係はない。アームストロング・ホイットワース・トビッカースは、 軍艦の建造受注をめぐって競争していた。ビッカースの日本代理店、三井物産には天下りした松尾鶴太郎がおり、松本は関西本部長と交流があった。協議の結果、三井取締役岩原建造はビッカースに対し混合のコミッションを2.5%から5%に引き上げさせた。1910年3月、 藤井ペルゴロ海軍機関大佐は都営して、アームストロングとビッカースから提出された新型巡洋戦艦の調査を行い、8月にビッカース有利の報告を出した。11月17日、三井物産は230万7100ポンドで日本政府と金合の建造契約を調印する。藤井はこういうのあったビッカースのバーロー造船所長から20万円の 謝礼を受け取った。松本は約四十万円を受け取った。また、姉妹間比営の蒸気タービン製造を三菱造船所が断ったため、ビッカースは1 9十一年三月二十五日に十三万二千ポンドで契約調印、藤井は一万円の謝礼を受け取った。九百十四年三月、ドイツの企業シーメンスをめぐる裁判で収賄事件が発覚、松本らは 軍法会議にかけられ処分された。山本権衛総理大臣率いる第一次山本内閣も内閣総辞職に追い込まれた。第一次改装までに紹介総が繰り返された。年代別に記載する。第一次改装後の今後1928年10月より1931年9月15日まで横須賀交渉で主として水平。 水中防御力の強化と重油への燃料移行が行われた。1931年6月1日付で戦艦に艦手変更された。その他艦内全般にわたり諸偽装の改正が施された。1935年6月より1937年1月まで横須賀交渉で主として機械の乾燥による速力増加と並走強化が行われた。 機関出力は13万6000馬力に上昇し、速力30.3キロトン。燃料搭載量は6480トン、18キロトンでの航続距離は9800回里となり、近代的な高速戦艦となった。その他艦内諸偽装の改正を実施し、居住性が向上した。混合の走行後半には、ビッカースの特殊後半 VC 後半なるものが使用されており、 あとに、日本で建造された同型参観にもこの技術は導入され、国産化されたと伝えられている。なお後年の改装の際に、ドリルで装甲板に穴を開けようとすると、国産参観は安や々すやすと通ったにもかかわらず、混合だけはドリルが折れてしまうということがあったという、話が紹介されることがあり、ビッカース社製の交番が使用された混合とは違い、夜勤技術で劣る。 国産品を使用したためと解説されることもある。ただし、実際には比叡もすべてビッカーズから供給された資材を使用して建造されており、当該装甲の部位は4番砲塔とされているが、真偽は不明である。ただし、改装内容そのものが比叡とその他の三席で異なることなど考慮されてかるべき面もある。比叡は第一次改装で練習戦艦とされたため、 金剛のように増加装甲を取り付ける必要はなかった。マサキ・イクトラは、小位候補正時代に1年間金剛艦パン士官を務め、第三戦隊参謀時にも金剛に上官した。父親のマサキ・ヨシタが春光前金剛副長として関わっていた本官について、金剛の出来栄えは素晴らしかったと思います。国産三観は細かいところでチグハグな点が目についたが、 金剛は違った、船は生き物のようなもので年老いてからでも若かりし、頃の気質をそのまま三筋の魂100まで依然スマートな気持ちの良い軍艦でした。と回想している。当時イギリスはドイツ帝国と交戦状態にあった。日本はイギリスと日英同盟を結んでいたことから欧州への陸軍派遣と混合型戦艦の太陽の要請を受けたが、 この日英同盟は日露戦争のため結ばれていた同盟であったため日本は遠方であることを理由に挙げてその要請を断った。しかしドイツ軍が中国にあるチンタを咀嚼地として東アジアに拠点を築いたためこれを攻略するため日英同盟に従い日本はドイツに対して宣戦線布告を行った。これに伴い1914年8月18日 新太を攻略に備えて今後は、同系艦の比叡と共に第一艦隊に編成された。第一次世界大戦を終えて、1921年11月11日から1922年2月6日に、ワシントン会議が開催された。そのうちの軍事条約によって、戦艦、航空母艦の所有数に制限が課せられた。日本海軍は88艦隊計画に、 元付き混合と同種の巡洋戦艦を新たに発石、建造予定であったが、ワシントン海軍軍縮条約の締結によってすべて、計画変更、または計画中止となった。この条約を受けて混合は1933年には、官令が20年に達し大艦の建造が可能となる、ことから、混合大艦型戦艦の建造が計画された。これに合わせて、 藤本気候造船少将と平賀譲る造船中将がそれぞれ設計案を提出したが1930年に開催されたロンドン海軍軍縮会議で戦艦建造中止措置の5年延長が決定したため計画は中止された。またロンドン海軍軍縮会議での既存艦の削減を受けて同系艦の比営は一時的に練習戦艦となったが日本とイタリアは 第二次ロンドン海軍軍縮会議で脱退を表明。軍縮条約の期限切れを待って比叡は戦艦へと戻された。大正十二年、皇太子おみし艦として高尾郊外に停泊中の今後近代化改装後の今後太平洋戦争時にはすでに現役戦艦としては艦令の最も古い老艦であったが、攻防速すべての点で問題があった不装型や、 操縦性に何のある伊勢型とは異なり、第二次世界大戦において活動する機会の多い艦となった。混合型は当初巡洋戦艦として設計されたが、第一次改装で防御の強化が行われ、垂直、水平防御は著しく強化され、改装の結果14インフォーへの対応防御を備えた戦艦となった混合型は、 長戸型に次ぐ有力な戦艦へと生まれ変わった。しかし、長戸型以前の日本戦艦同様に、全体防御方式を取る混合型の場合は、原則、艦板、バイタルパート部だけでなく、非バイタルパート部にまで及ぶ、広範囲を防御したため、もともと余裕のない走行部分が、全体的に薄くならざるを得ず、混合型の防御は、長戸型と比べた場合、見劣りするものであった。 ところが、混合型は、水雷戦隊と共に前衛として野戦への参加を可能とするために、第二次改装時に、機関の換装が行われた。これにより、第二次世界大戦に参加した日本戦艦では、唯一30キロトーンを超える高速戦艦となった、結果、混合型に限っては、主力艦として温存するのではなく、駆逐艦並みの扱いをするようにとの意見も出された。 特に当時の第三戦隊司令官小沢地三郎少将は来たるべき日米戦争は局地戦の連続になると想定。第三戦隊をあらゆる局面に積極的に投入するため万軸地区隊並みに扱うくらいのつもりで鍛え上げておかねばならないと訓戒した。各方面の意見を集約した結果、混合型戦艦はその性能を生かし、 水雷戦隊と共に警戒部隊として、機動部隊に随伴することとなった。マレー沖海戦混合型戦艦4隻は、第3戦隊を編成し、さらに第3戦隊、第2小隊は、太平洋戦争海戦時の南方作戦に参加し、南方攻略部隊の支援任務に就いた。シンガポールに進出していた、イギリス海軍東洋艦隊の機関プリンスオブ、 ウェールズと対峙することとなったが、新鋭キング・ジョージ5世級戦艦よりも全ての点で、大幅に性能を取る、巡洋戦艦混合型2隻による方線は起訴されず、航空隊と水雷戦隊によって、イギリス艦隊を迎え撃つことが計画された。作戦行動中の戦艦が航空機によって沈められることはないと考え、1機の護衛戦闘機もつけず、 日本側の航空機を過小評価していたイギリス側はこの回線の結果日本海軍航空隊によって戦艦プリンスオブウェールズと巡洋戦艦レパルスを失った。しかし混合型による航船は起都されていなかったものの実際にはプリンスオブウェールズと放船が可能な距離にまで一時接近していたことが作戦後に判明した。その後、 第3戦隊は混合型4隻揃って、南雲機動部隊の随伴艦となるインド洋に進出した。この時の第3戦隊隊番号は、機関第1小隊比例、霧島第2小隊、春名、混合であった。3月6日、第2航空戦隊、第3戦隊、第2小隊、第1水雷戦隊、第17駆逐隊は、機動部隊本隊から分離。 クリスマス島へ向かった。空母2隻の護衛 27× 第2小隊を残すと、別道第4隻は、クリスマス島に対し艦砲射撃を実施した。続いて、正論沖海戦には、第3戦隊として、混合型4隻揃って参加。ミッドウェイ海戦には、第3戦隊、第2小隊として、攻略部隊に参加する。その後6月9日から、 北方作戦支援へ従事した。ヘンダーソン基地艦砲射撃ミッドウェイ海戦の敗北後、大規模な艦隊編成替えにより、第11戦隊が編成され、第3戦隊は混合型2隻となった。また三河郡一中将は、新編の第8艦隊司令長官に補いされ、公認として栗田武雄中将が3戦隊司令官に着任した。 1942年8月上旬以降のガダルカナル島の戦いに参加。10月13日、低進攻撃隊指揮官、栗田竹雄三戦隊司令官の指揮官、低進攻撃隊という戦力で、ヘンダーソン飛行場を砲撃した。同飛行場を一時機能停止に追い込んだが完全に破壊することはできず、第4水雷戦隊が護衛していた。 輸送船団は空襲で大打撃を受けた。続いて、南太平洋海戦では、陸軍のガダルカナル島での総攻撃支援に従事。第3次ソロモン海戦では、低進攻撃隊や、全進部隊を支援。この作戦で、混合型2隻が沈没した。その後、下合作戦では、ガダルカナル島からの日本軍撤退のための、艦艇支援に従事した。その後、 第3戦隊を含め、日本海軍の戦艦部隊が大規模な海戦に臨むことはしばらくなかった。1943年7月、金剛と春名の関西水雷艇4隻が武装されて、トラックからソロモン諸島へ派遣されたという。マリアナ沖海戦では、第2艦隊司令長官、栗田武雄中将を指揮官とする小沢機動部隊、前衛部隊として、 アメリカ軍機動部隊艦載機と交戦、本戦闘で被弾した、春ナの被害は重く冷凍機械戦時でも、最大発揮速力は26ノット程度だった。冷凍機械戦混合は、サマール島沖にて、護衛空母ガンビア米、駆逐艦ホーエル、護衛駆逐艦サミュエル B ・ロバーツの撃沈に、貢献したとされている。栗田艦隊は10月22日に、ブルネイ湾を出撃。 第三戦隊司令官、鈴木義雄少将は引き続き混合座城、第二艦隊指揮官、栗田武雄第二艦隊司令長官の一艦として、零手湾を目指した。23日早朝には、パラアン島沖で、米潜水艦2隻に襲撃され、従順、あたごと、従順、マヤが、沈没、従順、高尾が大破して、駆逐艦2隻に護衛されて、離脱という被害を出した。 アタゴ沈没後の第一遊撃部隊指揮官、栗田武雄中将は、ヤマトに正気を掲げた。10月24日、第一遊撃部隊、第二部隊は、渋谷海の対空戦闘に参加。アメリカ軍機は、主に第一戦隊を攻撃し、戦艦武蔵が沈没、従順明光も、脱落という被害を受けた。第三戦隊は、ほぼ無傷であった。 10月25日午前6時45分、第一遊撃部隊は、サマール島沖で、クリフトンスプレーグ少将を率いる、第77.4任務部隊の、第3軍と遭遇。米語英空母軍は、戦艦部隊の先制砲撃を受け降りしも、到来していたスコールへと退避するために、東方へと遁走。円幕を転調し、7時6分から、次々とスコールへと逃げ込んだ。 栗田長官率いる第1遊撃部隊は第5、第7戦隊を先頭に追撃を開始し、金剛は第5、第7戦隊に後続する形で東方へと向かった。春名もこれに続いたが、マリアナ沖海戦での推進機類故障が治っておらず26キロトンしか出せず、金剛との距離が離れ、第3戦隊は各艦がバラバラに進撃することになった。 28キロトンで突撃する第7、第5戦隊の後方に続行していた今後は7時14分に、駆逐艦に砲撃を加えた後スコールに突入。同22分には、航空機からの基準走者を受け取法則虚偽を破損し、スコールに突入したことから7時25分には、砲撃を中止する。同33分には、 ほうエルから発射されたとされる魚雷を回避する事態もあったが、その後はアメリカ艦隊を死認し予測位置とされる東南東に向けて全速で突撃した。同59分にスコールを脱したコン号は、米空母軍を南西方向に発見し、8時2分から主砲複砲による砲撃を再開した後、同5分に今度は南方へと艦先を回落後していたガンビア米に追いり、 従順部隊と共に攻撃を加えた。同20分にガンビア米は、混合手法の資金弾による、機雷効果、もしくは、従順部隊手法の水中弾により、全部機関室が浸水、速度が11キロトンまで低下する。その結果混合と従順部隊の集中攻撃を受け同45分に、航行不能に陥り、9時11分に沈没した。混合は8時50分に、 空母一石大火災大爆発を報じ、射撃を中止している。今剛は同55分に我140度方向の空母に向かうと報告し、南東方向の空母軍へと向かおうとしたが、栗田長官は位置的に近い春菜に攻撃を命じたため、今剛は南西方向の空母軍へと向かった。その途中、今剛は従順部隊の砲撃によって40発もの、 命中弾を受け満身創痍の状態となった、護衛駆逐艦サミュエル B ・ロバーツと9時2分に遭遇し、これに手砲を一制射し、直撃弾を与えた。今後の手砲弾を、全部五輪砲塔と、後部機関室に受け、致命傷を負ったサミュエル B ・ロバーツは、同35分に、総員退去を行った。この五計巡洋艦や萩と、第十七駆逐隊からの止めの砲撃を受け、十時五分に、 沈没している。しかし、今号は、サミュエル・ B ・ロバーツとの戦闘により、空母軍の追撃から脱落することになってしまった。9時11分に、帰還大和より発信された、畜地修了の集結命令を、同25分に受信した今号は、命令に従い北上を開始した。午後1時28分、今号は、航空機からの集中的な急降下爆撃を、 アビコレまでにないかなりの損傷を受けた。28日ブルネイに帰島した。サマール島沖で金剛が消費した弾薬数は以下の通りである。なおガムヤ米をどの艦が撃沈したかに関しては著書によっては移設も存在し、金剛の他にヤマト、ハグロ、チクマ、トネなどの名前が挙がることもある。金剛は海戦の戦火報告として、 空母一隻の共同撃沈と駆逐艦一隻の撃沈を報じており、ガンビア米の戦果を単艦ではなく共同撃沈として挙げる資料もある。また、サマール島沖での従順洋艦長会の被弾に関して第4戦隊解滅後に鳥海が配属された第5戦隊機関ハグロの乗組委員だった戦士研究家の石丸の明が鳥海の被弾をハグロの環境で目撃した。 道館通信長、元来サム、被弾した鳥海からの通信を、ハグロ電信室で受信した、信号兵、南里国広二等兵装、及び当時の混合上、組員三人の証言から、混合による誤射があったという説を述べている。混合の見張り員はすぐに、鳥海を誤射したことに気づいて環境に報告し、混合の島崎俊夫館長は、道館を追撃船から脱落させた。 金剛が鳥海を誤射したことについて、ハグロでは、艦長、副長から厳しい観光令が敷かれたという。石丸によれば、誤射の原因は、橋本司令官の命令を待たずに突撃した鳥海の側にあったとしている。戦艦金剛の戦闘症法では、砲戦状況について、次のように記している。遠距離射撃根治戦闘において、視界不良なるとともに、 空母の艦が頼りして即的混乱にして、射撃効果の発揮混乱なりき、中距離以内の射撃即的比較的容易となりたる、のみならずおおむね連続速興を利用し円幕内に、おいても、敵の発砲の青白木閃光により補足照準を、なし得相当の効果を収めたるモノトニング、サマール沖海戦後の第三戦隊は、フィリピンやブルネーを転々した後、日本本土への帰還が決定した。 戦艦三隻、軽巡洋艦一隻、駆逐艦六隻という編成である。11月16日、艦隊は、春名や第二遊撃部隊各艦をブルネーに残地して外洋へ出た。11月20日、駆逐艦二隻が艦隊から分離して台湾の魔孔へ向かった。これにより、護衛の駆逐艦は、第十七駆逐艦隊の四隻だけとなった。川畑によれば、 悪天候のためマトから、霧は大丈夫かと、たびたび心配され、台湾キールンを沖合で、直江任務を解かれたという。川端は、もう少し護衛を続けていたら、今剛も、無事だったかもしれないと回想している。磯風乗組員によれば、今剛側に、燃料補給を依頼すると、やる油はないから、後からついてこいとの返事があったという。20日20時。 ヤマトから人形変更の信号がありヤマトコ長ゴから金ン長ー・大和ヤマトに序列が変わったという。ただしブルネー出港時から金ン長ー・大和ヤマトだったという証言もある。11月21日0時、戦闘金ン2番・長ガ3番・ヤマトの順で航行する日本艦隊は正体不明の電波を探知、これ時運動をやめ速度を上げて現場海域を突き切ろうとした。 艦隊の戦闘を矢作が、戦艦戦体の右舷側を裏風と、摂風、左舷側を浜風と、磯風が航行していたが、台風に突入したためレーテオ機械で、損傷していた矢作は落後、駆逐艦も危険な状態となっていた。ところが午前3時ごろ、今後は台湾沖、キールン北方五十海里で、米海軍の潜水艦、シーラヨンの魚雷攻撃を受けた。 シーライオンは6本の魚雷を発射し午前3時6分12キロトンで航行していた混合作原監視と2番煙突下の監視室に合計2本の魚雷が命中した。この時長門を狙って外れた魚雷1本が護衛の第17駆逐隊司令駆逐艦の裏風に命中して裏風は合鎮第17駆逐隊司令部 裏風の艦長以下乗組員全員が戦死している。3隻となった第17駆逐隊は、雪風が大和と長戸の護衛として、現場海域を離脱。金剛は、6.8艦室、浸水、16節、傾斜14度等を報告し、磯風と浜風に護衛され、キールにへ退避することになった。鈴木司令や島崎艦長は、金剛野戦環境に手指揮を取った。 当時、今後はすでに寒冷三十数年と老朽化が進んでおり、冷凍機械船でも資金弾で浸水被害を受けていた。魚雷命中破口に加えて、リベットの継ぎ目などからも浸水、徐々に破損箇所が広がって傾斜が増大する。傾斜12度になり、艦長は左源副法式機関兼営兵司令の佐藤注意を呼び、艦長公室のご神衛を環境に移させた。 午前5時の時点でも11キロトンで航行しており、乗組員の誰もが魚雷2本で沈むとは考えず楽観視していたため、駆逐艦を節減させての乗員退避は実施されなかった。応急決死隊が潜水具をつけて作業に当たるも手遅れであり、傾斜18度で司令官及び艦長より総員退去命令が出される。5時20分には機関が停止。 10分後の午前5時30分に転覆した。沈没直前、弾薬庫の大爆発が起きて、艦中央付近にいた多くの乗員が吹き飛ばされ、犠牲となった。ひかみなりしてから沈没まで2時間があったにもかかわらず、損害の軽視、総員体官の判断の遅れなどにより、島崎俊夫艦長、第三戦隊司令官、鈴木義夫少将以下1300名と共に沈むことと、 なった。磯風、浜風は、巡視艦以上13名、艦兵二百224名、計237名を救助したとされる。23日、浜風は、八幡に、混合生存者を引き渡した。この後、第17区畜隊は、日本帰還後、横須賀へ開港される、長戸護衛任務につき、折り返して、大和型戦艦を改造した空母シナノの暮れ開港の、 護衛任務に就くことになった。なお、金剛は日本戦艦で唯一潜水艦の来撃により撃沈された艦でもあった。第二次世界大戦中に潜水艦に撃沈された3隻の戦艦の一つとなった。一部連合国側戦士では、金剛を日本海軍戦艦の最高主君艦とされている。1945年1月20日、金剛と従順2隻は除籍された。 呉市イジ歴史科学館に展示されている金合のヤーロー館現在、金合の慰霊碑は長崎県佐世保市の旧海軍墓地東公園にある。1930年の第一次改装で取り外された金合のボイラーは現在呉市イジ歴史科学館に展示されており、2008年に重要科学技術史料、第零0002号に認定された。 本号の沈没時に干守に形容されていた軍艦機は乗員によって回収され、この乗員が捕虜になった関係から一時、中華民国に接収されていたが、1969年に同国政府より返還され、海軍の OB 会、黒潮会によって管理されていた。その後、2009年に官員の高齢化によって当海が解散した際、旗を回収した乗員の地元である、 福岡県飯塚市に寄贈され、飯塚市歴史資料館に保存されている。は左に同じ。空白は不明。1944年は、推定を含む。水平防御に関室 64mm、機械室83から 89mm、弾薬庫102から 114mm、かじ取り室 76mm など追加。 艦長たちの軍艦支給から11ページ、日本海軍史、第9巻、第10巻の、召喚履歴及び、官報に基づく。中野直江大佐、1912年12月1日から1913年12月1日、県海軍艦政本部偽装員山中芝吉大佐。 1913年12月1日から1914年12月1日。松岡修造大佐。1914年12月1日から1915年12月13日。荒川中割大佐。1915年12月13日から1916年12月1日。吉岡半作大佐。1916年12月1日から1917年12月1日。 金丸清志州大佐。1917年12月1日から1918年4月9日。党内関府都市大佐。1918年4月9日から1919 19年4月1日。野崎小十郎大佐。1919年4月1日から1919 19年11月20日。田尻忠に大佐。 1919年11月20日から1920年11月12日、武田カメタロウ大佐、1920年11月12日から1921年11月20日、竹光一大佐、1921年11月20日から1922年12月1日、関勘定大佐、1922年12月1日から1923年11月20日、 岸井孝一大佐、1923年11月20日から1924年11月1日、八角三郎大佐、1924年11月1日から1925年12月1日、松下元大佐、1925年12月1日から1927年12月1日、吉田前後大佐。 1927年12月1日から1928年12月10日、地中圏一大佐、1928年12月10日から1930年12月1日、池田慶之助大佐、1930年12月1日から1931年12月1日、 日暮しとよとし大佐。1931年12月1日から1932年12月1日。近藤信岳大佐。1932年12月1日から1933年11月15日。三木大地大佐。1933年11月15日から1934年11月15日。岸本兼次大佐。 1934年11月15日から1935年11月15日、月柄玉作り大佐。1935年11月15日から1936年12月1日、松浦栄二郎大佐。1936年12月1日から1937年12月1日、栗田武雄大佐。 1937年12月1日から1938年11月15日、鈴木義夫大佐。1938年11月15日から1939年10月20日、西村昌司大佐。1939年10月20日から1939年11月15日、田中雷造大佐。 1939年11月15日から1941年4月15日、大杉森和大佐。1941年4月15日から1941年8月15日、小柳富継大佐。1941年8月15日から1942年12月26日、獣院、松寺大佐。 1942年12月26日、島崎敏夫大佐、1943年7月17日から1944年11月21日戦士、いずれも計画のみで実際には計画変更や中止によって、ほぼ実現しなかった計画である。ありがとうございます。